主役がこう見てて、僕がこうやったら、今だったらこう顔が全然映んなかったわけですよ。こう主役がバツッと切ったらね、僕はここは僕がこうやって死んでたら、だからこう死んだら お互いに、いや主役が切ってる俺の顔がこう映るやないかと、なんかこれがしたいなと思ってやったのが、うん、最初なんですよ。立ち回りもリズムだと思うんですよね。あのジャッキー・チェーンさんのね、あの空手でパンパチャーって同じリズムなんですよ。だけどブルース・リーやったらパンパチャーって、そのリズムがね全然違うわけですよ。やっぱりその時のあれで、あリズムがこういうのがあるんやと思うと、だからこの立ち回りの僕なんですよね。チャンチャンってチャリンチャリンブツッおーっと、こんだけのリズムがと声と音が全部変わってくるから、それの組み合わせで。たまたまその今回 その本がその切られ役というね、年老いた切られ役というテーマでということで、まあ僕に声かけてもらったんですけどね。今回そういうこと初めてだったんですね。いろいろなことにも変なのに気に回っちゃってね、芝居どころの騒ぎじゃなかったんですよ。チャップリンさんの映画見て、その死に方倒れ方がね、まあ、とにかくあっちのあの頃 その喜劇の人ってすごいことやってるんですよ。スタンドなしで自分でやってはるわけですよね。だからそういうのを見て、ただバターンと倒れるとこだったんですけど、そのやっぱりチャップリンさんの倒れ方というのが僕はダーンと来たんですよ。あれ今なんで笑ったんやと思ったらすごいと、ああそうかと、やっぱ切られ方って言ってもう一緒やと、やっぱり自分がああいたって倒れてね、痛いと思うぐらい倒れんと、やっぱり僕が感じたみたいに人は感じてくれないんだというのが僕の原点だったんです。